皆さんこんにちは、アイウェーブ松坂リポーターの松林です。今日はこちらの道の駅飯高駅にお邪魔しています。5月に入り大変過ごしやすい季節になってきました。こちらの飯高地域に登山やウォーキングで訪れる方も大変多くなってきています。そこでこちらのガイドマップの方を宮前まちづくり協議会の皆さんが作成しました。まずはこちらのガイドマップを作成した宮前まちづくり協議会の田中会長にお話を伺いました。簡単な、コピーの絵を作っとったんですが、やはり飯高駅、20年頃になると結構お客さんが見えてですね、そのコースについての要望とか出てきたと、それに応えるためにちょっとまとめさせてもらったというのが実態でございますね、はい、若干歴史的な事項とか昔から言われていること、そういうことをまとめて、これに載せさせていただいたと、そんなことでございますね、はい、田中会長ありがとうございました。それでは早速珍し峠のウォーキングに行ってきたいと思います。今回はこちらのカメラを使って珍し峠の魅力を皆さんにご紹介したいと思います。それでは行ってきます。いやーすごい歩いてて気持ちいいですけど、ところどころねこうやって名所の看板があって一つ一つの物語がすごく面白いですよね。またねこうやっていろいろ案内の看板もありますので、迷うことなく安心してウォーキングを楽しむことができます。すごいですね。ここがあのガイドの表紙にもなっているところなんですね。なんだかさっきより少しひんやりとしてきました。すごい神秘的な場所ですね、ここで終わりではなくて、もう一つの名所つぶて石がこの先にあるということで少し行ってみますね。はい、ということで飯高道の駅からおよそ1時間でこちらのつぶて石まで到着することができました、簡単なウォーキングコースになっておりますので、皆さんこちらのガイドをご覧になってぜひ訪れてみてください。